こんばんは、ラジオセンチ9号ですえー、っと今日はですねえっとライブ配信をしていますけれどもこれ実はその、えー、2023年4月29日の朝ほぼ5時半ですねええー、録音しております録画しておりますえー、っとそれでですね <laughs> 今日は実は4月のほぼ終わりですね29日ですので、えーま、昭和の時代から 天皇誕生日ということで昭和の日というふうに今名前が変わってえっとね祝日になっています、えー、今日はですね実は、えー、今大阪にいますけれども、えー、これから東京に移動します、えー、それで今日はちょっとその行き帰りもあるので、えー、ライブができないということもありえっ、ー、と <laughs> 録音放送にさせておいて ますだから今日はですねあのリアルタイムにインタラクティブな、えー、やり取りができませんが、えー、ご意見お寄せいただけたらありがたいでございます今日の今日ねほぼ30分ほど少し話をしますので <laughs> えっと今日のメニューですね今日は、えー、東京に行きまして東京国立博物館東博ですね、えー、美術館の、まあ、奥にあります庭園にあります応挙館と九条館というこう 茶室でですねイベントをさせてもらいます。イベントの中で私が出演するという形をとります。でその話をこれからするので、えー、まあねどういうものかっていうのが結果、えー、違うものになってる可能性もありますがその、えー、今放送されているのはそれが終わった後の時間帯で放送配信になっております。 どういうことをするかというと茶室を使ってですね、えーまあ、アートと音陽堂の呼び時じゃないですけどお話をさせてもらうこれはただ単純に今まで僕がやっている、まあ、美術とか、えー、音陽堂のことの、えーまあ、集大成ではないんですけどもその話の、えーとまあ、一部を皆さんに体験していただくその数十分っていうのをご提供する形なんですね。 えっと、これはもうあの数ヶ月前にほぼ思いついた私の、まあ、一つのアートインスタレーションというか、えー、直感で振ってきたものなんですけども、まあ、いわゆる一つの作品として、えーまあ、リリースしようかなと思っている、まあ、その、まあ、プレというかですね一つの第一弾の動きだということで、えー、ちょっと説明させてもらいますどういうことをやるかというと「陰陽道日本美術史を」を、えー、その場で皆さんに体験していただく。 えー、それを今日だから少し暦の話もしましょう。えー、というのはこの今日ここでやる <coughs> 東博でやりますとね東博の応挙館九条館というお茶室でやるのはですね一つは茶室が陰陽道と、まあ、茶道と陰陽道ということですねそこの,、まあ、の読み解きというか茶道の中には当然陰陽道が入っているんです。えーと 利、まあ、休の教えを残したと言われている南方六の中にも陰陽、えー、が陰と陽が入っているので、まあ、それは当然のことながら、えー、風刺家電だけではなくて能の風刺家電だけではなくて茶道の、まあ、教えの中にも入っている。 まあ、これも虚、えー、実被膜みたいなところもあるんですけどもその辺も含め陰と陽というのの、えー、読み解きを茶室空間の中で皆さん体験していただきながら、えー、お話しします。なので本当はそこで体験しているそこに実際にいている方と私のこの言葉を生で聞いている状態で、えー、受けていただく、まあ、波動というかその 感じ方っていうのは本当の体感なんですけれどもまあどういうことがあったかっていうことしか残らないので <laughs> 今日はそれの前に少しだけお話をするという形にしたいと思います。ね。はいということで本編に入りましょう。えっ、ー、と今日東京国立博物館応挙館九条館の、えー、茶室の茶室においてほぼえー 午前の1時間、それから午後の1時間の中で、まあ、ちょっと入れ替えがあると思うんで、僕の方だけ、ちょっと大きめの広間というよりは、多分この、応挙館の方ですね、えー、茶室の中で、えー、狭い空間の中で数人、十数人かな、20、30人までいかないと思いますけど、そういう人たちのために、えーまあ、僕がお話をさせてもらいます。茶道と陰陽道というところ。 えー、陰と陽というのが常に皆さんの、えーまあ、言ったら生きている世界の中であるのだということはまあ大体皆さん分かっていると思うんですけども、えーね、それをちょっと話をしようと思っていますちょっと今何を出そうかと思っているのはですねちょっと待ってねはいうん 画像を出そうと思っています準備しておけばねいいのにね。はい、<laughs> えっとそれで何を言おうと思っているかというと茶室の中に陰と陽があると。当然茶道というのは、えーまあ、桃山時代戦国時代から桃山時代安土桃山時代にかけて、まあ、あの <laughs> 茶道という形式が。 えー、最終的には線の利休によって確立さ,せされていくわけですけれども、えー、とその前に実は利休が全てを立ち上げたわけではなく作り上げたわけではなくその前から、えー、お茶と、まあ、お茶お茶事と、えー、わび茶っていうことをこうドッキングさせることによって一つの文化というかまあ風習作法じゃないですね作法というよりはどっちかというと何か特別な空間特別な 人間と人間との関係性であるとか空気感みたいなものの何か象徴的なものを作ろうという流れになっていくわけです。それが茶室空間の中の茶道なんですね。今どっちかというと作法と、えーまあ、ルールみたいなもの、えー、みたいなのを茶道として受け継がれていますけれども、えー、お茶茶道としては、えー、おそらくそういう極めて特別な日常とか、えー、私たちが生きている ところとはまたちょっと別の何かを、えー、表現しようというのが一つの大きな動きだったんだと思うんですね。えっ、ー、とそれが今の、えー、長い、えー、ほぼ400年近くですか、えー、になっている茶道の歴史になっています。えっ、ー、と線の利休、線創益が、えー、現れるっていうかそれを確立する前にまずは最初に、えー、受講という 殺人がいて、えー、その後に女で3番目に理休が確立するわけですえっとなので何を言おうとしているかというと何も最初の創設者であるとか提案者が全てを確立していくわけじゃなくて2番手3番手の人が、えー、そのものを大きくしていくこの例は、えー、例えばで言うとう最近皆さんの,、ね、あのファストフードとしてたくさん食べている 食べたこととがあると思いますけどマクドナルドもそうなんですねマクドナルドもマクドドナルド兄弟というねあの2人のちょっとぽっちゃりとした、えー、あの兄弟がいましてアメリカの中でそれを一つの店としてかあのねあの早く早くというよりは大量に大量にというのが始まるのはそれを、えー、買い取った次の,あの、まあ、創始者と言われる 人物が立ち上げていくわけけですけどマクドナルドという名前は残ったんですけどその兄弟が発明したハンバーガー、ね、マクドナルドのハンバーガーは、えー、その次の、えー、実際には創業者ファウンダーとなった創業者によって確立していくわけで、えー、名前は残りましたけれども本当のものを本当の今受け継がれているものを作っていくというのは大体において2番手3番手の人が作り上げていく。えー、こういういののが世の中の 定理とといううかかでですすすねねよくあある道行きとして、えー、あります、えー、それからまあもう一つは例えばです、ねえー、アメリカですねアメリカという国アメリカという国は、まあ、あの当時北ヨ北北、えー、北米と、まあ、南米の方にも <laughs> あの人類は住んでいたわけですけども、まあ、ヨーロッパの文明がその大陸を発見するという過程の中でアメリカ、うん、帝国。 アメリカ合衆国というのが生まれていくわけですけど、えー、それを発見したのがコロンブスというね、えー、大陸を発見した皆さんご存知の世界史でもなかったコロンブスなんですねところがコロンブスというのはアメリカを発見したアメリカ大陸の名前,名前の中には残っていないんですアメリカというのはそのコロンブスの後とに <laughs> まあアメリカを大陸をねあの、まあ、もう一回あの発見し発見しというか 大陸を横断し、えー、開拓していくっていう流れの一人になったアメリゴという、えー、その名前がアメリカという、えー、イナテッステツアメ,アメリカというところの名,名前が付いたんですね。でじゃあコロンブスという名前は一体そのアメリカ大陸というのを、ねあのー、発見したどこに名前が付いてるかというと、えー、アメリカではなくてコロンビアの方に付いたんです。なのでまあ あの本当は最初に発見した人の名前が、えー、国の名大きな国の名前として残るべきはずなのに2番目に来た、えー、アメリゴという人の名前がアメリカという名前についたんですねまあ国の形成逆転みたいなのがあったのかもしれないですけどココロロンンブスはコロンビアという名前にしかか残らなかったんですだからここで、まあ、トータルで何を言いたいかというと本当に最初に、えー、始めた人々が、えー、全てを 最後まで完成していくのではなくてなぜか、えー、2番手3番手に、えー、来た人たちがそれをまあ、作り上げていくあるいは、えー、ちょっと悪い言い方をするとさらっていくというか持っていくみたいなところがあるんですね、うん、なんかこれが本質、えー、今茶室の中の陰と陽という意味でこの話も少ししようかなと思ってるんですけどまだいくつか別のものを用意しています実は、えー、本物と思いきやっていうものが実は本当は その芯があって、えー、表層に見えているものがすべてではない、えー。こういうことを、えー、世の中で生きているとよくあると思います。今この世の中というか世界自体もそうなってるんですね。今目に見えていること、あるいは現れていることが実は本質ではなく、その芯のところに本当のえっ、ー、と核みたいなものがある。えー、それをそれはわ我々陰陰,陰陽道でいうと陰と陽の入れ替わりですから。 必ずあるわけです最初に現れてきた陽のものっていうのは必ず、えー、大きく言うと分かりやすく言うと半年後にはは陰と陽と陽いうのは逆転しますそれから一日の中でも陰と陽というのは逆転していて当然太陽が昇るそして沈んで真っ暗になる今から12時間後っていうのには今僕は今朝ですけどもこれ放送してるのは夜ですねほぼよう12時間後に。 えー、放送15時間ぐらいかな15時間後ぐらいに放送するんですけども必ず12時間以上経つとの、えー、の中の陰と陽と陽いうのは逆転すするんです今朝ですけれども12時間後これ夜になって明と暗は逆転するわけですそうすると自然現象の中でも陰と陽は逆転しているこれは世の中のさまざまな設理というか立場人間的な心理、えー、あるいは心の状態全て陰と陽は この12時間後に逆転する、陰といえば入れ替わるというのが摂理なのでいろんなものをすべてそれに、えー、あるということで読み解いていくそれが音明道の基本なんですね。で、えー、っとそれは当然芸術とか表現活動の中にも、えー、入っています。これが作道にもつながっているという話をさまざまな面から読みて読いていくというのがこの茶室の中の音明道。 えー、美術史観というね、まあ、いわゆる陰陽道日本美術史っていうことを、えー、研ぎていく皆さんに知っていただく、えー、と日本の美術史の中には当然陰陽道というのはものすごい太い、えー、ラインの中で、えー、下で通っております、まあ、これが茶室の中で思いっきり体感できるだろうと茶室空間の中に当然陰陽道のレイラインというのがありますから えーと東西南北の茶室空間の中の東西南北それで、えー、いろいろなね暦を読み解いていくちょっと、うん、画像を出しますえっ、ー、といい <laughs> これね,、はいえー、これねあの私が使っている暦の方のこの旧正気学のパンですこれまあ地中水銘とか えと基本的にはこのねこういうものすごい細かい文字が書いてあるんですけれどもこれの、えー、と基本ベースになる版です東西南北というのがありまして、えー、もう一つちょっとテロップをエキスとこのまあ春夏秋冬もこの四方向にあるわけです、ねえー、と茶室の中にもこの、えー、と東西南北っていうのが当然埋め込まれてます。というのは ね、あの普通に、えー、と世の中の中にありましたのでなので、えー、とこの位置を茶室空間の中で、えー、ちゃんと設定してですね、えー、と今でに東京には持っていっていますが、えー、東西南北に置くものを、えー、置きます。で、えー、とこれはいずれですねあのアート作品を置くっていう方向に、えー、シフトしていきます。もうううう来来月再来月再ぐららいいかかそういう風にしようかなと現代アートのの作家の えー、そのものの作品を南であったり、えー、東西の、えー、この重要な場所に位置させてその射出空間の、えー、空間性を作るそれから結界を張るということなんです今回まず結界を張りに行ってますえっ、ー、と南には、えー、と火の象徴であるう溶岩でできた石、えー、これちょっとネタバレになるので終わってしばらくしてから話をしますけれどもそれを置きます それから、えー、と北には水の象徴である水晶これもまあ言ったら鉱物なので本当は石ですけども水晶を置きます、えー、東と西には、えー、こ,れこれがここが変わってくるところなんですけど太陽の昇る位置の方には、まあ、春の象徴であるからこう動く、えー、というものの一つの作品を置くんですね今回は南方録という書籍とその中に一、えー、万円札の紙幣が入った、えー、私のまあ ちょっとしたインンスタレーションを置きますそれから、えー、西にも、えーまあ、私の父の、えーまあ、精霊が入ったというかぶっしゃりが入ったものぶっしゃりの缶を一つ置いてきます。で、えー、とこういうふうにして結界を張り、えー、ど真ん中っていうのが、まあえー、中心になるものなので、えー、本当はここに私が位置しますがど真ん中に茶室茶室の中で私を取り囲んで。 話をするとということではなくて、私もこの、えー、茶室空間の中の一角に、えー、位置します。それはこの緩急というですね、北側の、えー、つまり自分の物事の道理りであるとか言葉、それから、えーまあ、論理理屈なんですけど、ここの通常する場所はね、私は言葉を使って話をするので、この緩急というここの北に位置をとります。で、えー、この結界を張った状態の中で、このここに数人。 この八方に、えーまあ、最低でも4人から8人それから、えーまあ、多かったらその倍数でここに、はい、座っていただくで西だけ開けていただくというのを今,年今回はしますこれもいろいろな意味があるので結界で、えー、最後にこの西にね物事、えー、がたまって集結していくというこの金運の層なんですけどもここのところの座席は一席だけ開け、えー 私の父のぶっしゃりの缶を一つ置くというこれもインスタレーションとして成立させています。でそもそも水晶の玉を置くべきであったこの缶球というところからに私が座るので水晶玉を一個前に置く私の目の前に置くんですがもう一個離します。私の前には、えー、っと払いのお軸っていうのを置きます。まあ、これは神道に近いものなんですけど、まあ、春日大社から頂いただいた お軸を私一発,一発持つのでそれでまあ皆さんの結界を一回解くっていう作業をするので私の前には、えーっとまあ、神社のお軸,お軸が入って払い棒が置いてあるわけです。水晶はそこから真ん中旧市というか利休、えー、の方を向かってど真ん中に置きます。で、えー、っと私は北の方の環球から利休、えー、の南の方を向いて離す。 で皆さんの結界をまず解くという形で、えー、茶室空間の中の、えーまあ、空間づくりをしていただいて、えー、お話を聞く、えー、設定いたします、ね。こういうプログラムになってるんですね。で、えー、まあねこういうところでね東博でさせていただきます。一番最初7月29日のデビューが一応東京国立博物館の応挙館九条館というお茶室になったということはですね,ね まあ、何の巡り合わせか、えーね、東博というのはいろんな美術展ね平成館であるとか日本文化館という、ね、常設展の中でも相当な日本美術史、えー、東洋美術が入っているところでありますけど、えー、その中のお茶室でさせていただきます。えーね、それで今日少しだけ今の2023年のね暦、えー、の話をしておきましょう。 あこれ23年こから何が読み解けるかこれ皆さんの運勢そのものも、えー、さっきのこの、ね、皆さん多分旧姓のそれぞれの性格があるんですこれも茶室にあの参加していただいた方々はそれぞれの、えーまあ、本命性という、えー、自分が何か 自分が五・五・星なのか、筆跡金星なのか、一泊水星なのかっていうのは分かっていただくっていう作業をさせていただきます。だから参加していただいている人が、現在、陰と陽のどちらにいているか、そもそも陰と陽のどちらのタイミングで生まれたかっていうのは分かった状態で茶室空間の中に入っていただくと。で、えー、っと、2023年の <laughs> 状態、これは、えー、本歴、ね、運勢暦の中の本歴である、ここに書いてある2月4日以降です。立春以降の暦では、 どこの位置にあるか、えー、と陰と陽が1個ずつ入れ替わってるわけでなので、えー、皆さんが白く木星であった場合はど真ん中に位置しますそれから合土星であった場合は六白金星という、えー、中心から一個ずれた、えー、権威、えー、それから、まあ、権威を象徴する場所に入ります六白金星の方は筆跡、えー、金星というところでえっ、ー、と彩波を伴いながら、えーとまあ、金運送というかですね えーまあ、レジャー運が強なく,強くなるえる、ー、こういうところに入りますこれは世の中を読み解くためでこんだけの数字が、えー、この盤面が1個あっただけで23年というのがどういう年になるかっていうのは私、えー、この23年の2月のより前にも相当お話をさせてもらってきたわけですけども今もこの中にいてるわけですつまり三匹木星が辰巳の方角で暗検察を背負うそれ六白金星が、えー、とここのですね歯石、えー、金星の部屋で。 えと再波を背負旧死火星というエネルギーの層が緩急に入るそれから非接近性という、えー、金融とか、えー、商売、えー、景気を表す主張がこの8というね困窮、えー、という、えー、変動層に入るこれだけで世の中がガラガラ動いているっていうことが確実に予測とされるんです。で去年年もも相当動いいたんですすけどこの23年はものはごい変換が 来るという状態なんですね、まあ、これは茶室空間の中で、えー、まだ皆さんセッティングされてないし自分自身がどうかっていうこともまだ分かっていない状態で聞いても、まあ、あまり入ってこないと思いますので、まあ、おいおい、ね、読み解きはついてあの話をしていきます。えー、ちょっとダイレクトにどういうことをお話をするかっていうと、えー、現在はどういうことなのか現在皆さんの位置がどこにあって陰と陽とどういうタイミングに入っているのかということを話します。 で大きなエネルギーとしては、えーね、あの変動球に入っているのでここは5月5日あと1週間ほどは、えー、いろんなものがガラ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 動いていくわけですところが皆さんまあねここ今連休がスタートする前でいろいろどっかに行こうとこれはこの吸湿火星というねあの <laughs> エネルギーを象徴する皆さんの、まあ、熱意を象徴するものがこの変動球に入ってるんで動きたいわけです5月5日までは当然動きたくなる これは連休だからとか今季節が春になってとい,う、まあ、いろんなさまざまな要因がゆあの、ね、あの原因していますけれども、えー、まあ言ったら小読みでもそうなってるわけです。で、えー、とあと通信であるとか放送関係に関しても今まだこの4月においては順調にいってるわけです。で5が5、えー、というね、まあ、自分自身人間の心の 真というかです、ね、あの、まあ、自分の自意識というか意識そのもの、えーまあ、マイペースにね自分自身が自分がどうなのかって思ってしまう、えー、心理というか心はこの辰巳の方角にあるので、えー、皆さんといろいろつながりたいいろんな人と交流したいっていうのがこの2023年の4月の5月5日までの全体を表すそうなんです。 で一番問題なのはこの質的金星という金融関係であるとか商売レジャー関係が今好調になろうとしている状態になっていると思います景気が戻ろうとしているねあの今までの、えーまあ、3年ぐらいの、えーまあ、流通の停滞それから経済活動の停止みたいなところもあったのでそれが、えー、この4月の5日この1ヶ月ぐらいは戻ろうとして、えー、活況活況生 発狂を極めようとしている状態なのでありますが、えー、実はこの質的金星というのがこの6というねヨーロッパ金星の部屋つまりビジネスとか仕事運としてはものすごいいい場所に入るから景気が伸びる状態が表面的には分かります。これはさっき言ったように陰音妙というところの表面なんです。で実はここにイハと暗検察というのが両方ダブルでつくっていうことはつまり 世の中の金融関係がビジネス運のところに入って思いっきり良くなるように見えるんですが本質は再破と案件を伴っているので崩壊しているんです中身がなくなっているという状態これが暦では読めるんですねだから僕はこの4月5日の状態で例えば経済指標は思いっきり下がるんではないかっていう読みも一つ立てたんですよこれだけ質的金星というのがビジネス運に入ってものすごく いいんだけど悪くなるっていう状態が絶対にあるので、えー、そういう見解も一つ立てたんですが世の中今ねじゃあ,日,本にあの日経平均がめちゃくちゃ落ちて1万円台を割っているかそうではないですよね2万円台後半3万に近いところをまだ維持していますそれからニューヨークダウが思いっきり落ちて、えー、世界経済が混乱しているか、えー、そういうこともなっていません。ですから 世の中の景気であるとか経済指標は、えー、まあ普通の状態ですねえっ、ー、といろいろ株価がドンと落ちたりするっていうことがこの3月4月のこの前に,なにはいっぱいあったんですけども世の中には現れていないんですつまり本当は経済的状況は完璧に中身をすっかり抜かれている状態なのにいい風に見えているというのがこの暦でわかるところなんですえっ、ー、とですので 実はいろいろ仕事や、えー、景気が良くなってさまざまな話があると思いますけれども実はその中身というのはすっかり抜かれている状態というかないんです。ない状態で、えー、とやり取りがされていることがあるので、えー、タイミングはこの5月5日から次の、えー、5月本当の5月の暦になるここです。ここで、えー、はっきり分かってくるというのが多分あると思います。ただ えーとこの数ヶ月、えー、目に見えているものと本質は全く別の字ブロック、えー、別のこのレイヤーで動き続けてるっていうのがこの2年前ぐらいからすでに起こっているので、えー、と皆さんが認識している世界と本質は全然この層が違うレイヤーが違って、えー、この移動してみないとこっちの世界がどうなるのかっていうのがわからない。そしして移移動動すると移動したから先の方が のの価値観とは全然合わなくなくるので、えーと、見方によって世界が全然変わるというのが、えー、この12年ずっと続いています。それは暦からも読めるしこの2022年23年の4月も結局そういうことになりました。ね、本当は、えー、とお金や金融ということに関しては正直に、えー、ともう崩壊している状態なのでちょっとルールを変えましょうと。 あるいはお金の単位を思いっきり下げましょうというようなことをしないといけないのに今そうはしていません。で株価が落ちていないのは当然、えー、そういうことを操作できるじゃないですけど、まあ、マネーゲーマーですねこの投資家の人たちが、えー、とこれを落としてしまうとかつての2008年のリーマンショックのように世界大混乱しますから、えー、とそういうことをしないことができるのはまあ 投資家の、えー、と腕によれば、まあ、簡単な話になってきたわけです、うん。かつての経験があるので。なので、この暦、えー、通りの、えー、状態には今4月は現,現れていないというふうに考えるんですね。これ、まあ、世界全体のことです。茶室の中でも少しこの話はしますが、おそらく参加した人たちが今どうなのかっていうことにしか焦点は起きませんから、今,今日はですね、それが終わった後なので、えー まあ、世の中全体の状況をとりあえず暦から読み解けばということでお伝えしておきます。それで問題はこの5月5日です1週間後に、えー、どうなっていくかこれも、えー、と茶室空間の中では皆さん自身がよ、えー、くなるのか悪くなるのかみたいなところだと思うんですけど今回も中、えー、とこの、えー、配信放送においては世の中全体のことっていうことで、えー、お話ししておきます。 で先月の <laughs> これが、えー、まあねこれもまあレジャーとか <laughs> 商売とか、えー、世の中の流通関係ですねそこのと経済指標経済の状況を表すものそれがこのここの六白、えー、の部屋っていうのはものすごく良くなるお仕事運が良くなる場所なのでビジネス運的にはいい場所に入ってるんですが本質が再破と案件で崩れていますと確実に2つもついてるんでね。 2つも罰がついてる状態ですそれが、えー、と目に見えないんですみんないいと思,思い込んでるそれがじゃあここの5月の6日明けたからどうなるかと全員わかるのかっていうとそんな場合じゃなくてみんなそれぞれ自分のことしか考えなくなるっていうのがまた5月起こるんですこれは2022年という1年がほとんどこの、ねえー、定位置の盤面と同じ1年だったわけですけどももう一回月でこれが回ってくるので。 この状態になった場合はほとんどみんな我が物は自分の我のことしか考えなくなるっていうのが5月6日からですだから世の中の経済状況がどうあろうが、えー、あるいは、えー、お仕事とかみんなの人間関係がガチャガチャなってようが関係なく自分自身がどうかっていうことにしか視点が置かなくなるのでえー、っとこっからが、えー、みんなも自分では周りが見えなくなるねえー、っと 今回は私がこれの前,前の月、ね、この暦になる5月6日より前の状態で茶室の中で皆さんに話をするのはこの5月6日以降はみんなそれぞれが自分のことしか考えなくなってえっ、ー、とまあなんていうかねあの人と手を組んでっていうことがなかなかねあのずれていきますよとあのまあ入れ違いが起こるみたいなところで だから、えー、と5月どうなるかっていうと多分ねどういうことが起こるかっていうよりはもう自分,自分がどうするかっていうことにしかほとんど焦点当たら,当当たらないわけですだからこの配信放送の先週でも先々週でも言ったんですけどこうすると自,自我というか自分自身の人生それから、えーとまあ、言ったら今生きていると時だけがいいっていう考えにもなりやすいんですつまりこれも原生利益なんです まあ、死んだ後のことを考えてないとか死んだ後の我々の子孫やのことの世界を考えていないという状態がこの5月は強まると思います。それから、えー、と世の中のビジネスっていうところの関係あの立場の人たちは、えー、痛い目に遭うという状態がここにあるので、えーまあ、大企業であるとか大きな会社がまたここで潰れるというのも5月以降出てくると思います。えーと 今回は5、6も用意してます。え6はここ今日入ってないか。ね、<laughs> 4月、5月で。お話しするのは、えー、とそこの、えー、5月ね。なので、えー、4月の話までも、4月と5月の話、えー、の皆さんがこれからどこへ向かうのかっていう話も、えー、していきたいと思います。えー、とこれからしばらくは、<laughs> この2021年とか22年の 大体この時期、1年2年前ぐらいからそうなんですけど世の中で起こる状況と目に見えている状況それ,からそれから我々が認識している世界そのものと本質本当のところっていうのは完全に、えー、レイヤーが別になった状態で、えー、パラレルワールドのように制して進行しているっていうのが、まあ、このこの読み分析からももう2年前に私そこは話をしているんですけど、えー、今もそれが続いています。 だからまあある意味二枚舌じゃないですけどそれをしないと生きていけないっていう世の中にはなっていますでこれからもそれがもう少し進むんですね1年2年でこれは別に気持ち悪い話じゃなくて世の中100年ごとにこういういタイミング来るんですやっぱりまあ、えー、かつては日本も戦時中であるとか戦前であるとかあるいは逆に言うと本当は戦後もそうなんですけど戦後占領期もそうなんですけど本当のことは言えないっていう状態 本当自分がこういうふうに思ってるっていうことだけど世の中のルールとか、えー、と見えてるところではこういうふうに言うしかないここに合わせるしかないっていう世界が数年続いてで、えー、自由になったりなったと思い込んで、えー、過ごす何年かがあるんですけどまあこれも世の中の陰と陽の摂理なんです陰と陽があるんです光と影があるので影になった部分は見えないし表に出せないでもその影を掴むかどうかっていうのがあの 皆さん、陽にしか向いていないこの世の中での生き方、えー、これを一つずつ目を開いていく、これが大事なところなんですねで。私がこのアートインスタレーション、茶室の中におけるアートインスタレーションで何を表現したいかというと、このの陰と陽の目を開くんです今、光が当たって電気で照らされたところしか私たちは認識することができないと思い込んでいますけども、陰陽道の中では、陰と陽つまり光が当たっているところの裏側、 影になっている部分もちゃんと自分の心の目で見れるっていう力が必要なのだと人間にはその能力があるっていうことを、まあ、芸術やアート作品それから陰陽道の世界そして茶室それが通じている茶室の中で話をして皆さんに体感していただく皆さんの生きている人生の、まあ、生まれたった場所それから今のいている場所も常に音陰と陽が入れ替わっていて。 今院にいているのか、院に居ているのか、それからそこからどっちに行こうとしているのかっていうのを分かってもらうと、見えてくる世界も変わってくる。えー、と生きているのがどういうことなのかっていうことが一つ分かってくる。そういう作品を私は今回は提示しようと思っています。えっ、ー、とまた、えー、これはまあ実際には体験していただいた方のみが本当の体感というか感想を、えー、得ることができるので、 えっとまあ、これが1回ではなくてですね今年、えー、この私のアートインスタレーション、えー、っと一応「不在の霊静というタイトルをつけて、えー、リリースする予定ですが今回はそういうタイトルはつけていません。えー、っと本当は現代作家のなり古美術賞古美術の、えー、作品を1点茶室空間の中に入れ置いてですねそれを読み解きっていうのが一つ入るんで、えー、それをく,くるめてこの「陰陽堂」と「茶室」 えー、それからアートインスタレーションの世界を体験していただくという作品を、えー、5月以降にいろする予定ですので皆さん体験していただけるように、えー、準備させていただきます。えー、っと今日はちょっと30分ちょっとですけれども、えー、ここまでで終わりたいと思います。えー、ありがとうございました